彼の一一挙手一投足に注目神宮寺雄太のライブ裏話が明らかに神宮寺雄太のサプライズ投稿に隠された秘密とは神宮寺雄太のファンたちはその余韻に浸りながら彼がもたらしてくれた数々の思い出に心を馳せていました特に先日行われた単独ライブは多くのファンにとって特別なものでしたその熱気と興奮がまだ冷めやらない中 SNS での彼の更新はまさにファンの心を温かく包み込むものでしたインスタグラムのストーリーや投稿に添えられた彼のメッセージや写真はまるでファン一人一人に直接語りかけているかのようでしたファンたちは彼の投稿を見るたびに「どうしていつも一緒なの?」「どうして私たちの気持ちがわかるの?と」と感嘆しその優しさと理解に感謝の気持ちを抱いていました 神宮寺のサングラス姿やライブでのパフォーマンスは特に多くのファンにとって心に残るものでした。彼がサングラスを外す瞬間やその一挙手一投足にファンは歓声を上げその魅力に魅了され続けました。彼の写真一枚一枚には彼の思いやりとファンへの愛が込められておりそれがファンの心に響くのでしょう。ファンたちは神君が選んでくれた写真を見るたびに まるで彼が私たたたち一人一人ののめにに選んでくれたかのように感じる、と口を揃えて言います。ライブが終わった後も彼の余韻に浸り続けるファンたち特に有明アリーナでのライブの成功は彼のキャリアにおいても大きな節目となりました多くのファンが次のツアーでは絶対に会いたいと願いその期待感と興奮が高まっています彼がファンの気持ちを察して、 ライブ後も積極的に SNS を更新し続けていることに多くのファンが救われ励まされています彼の投稿にはファンたちの日常の疲れやストレスを忘れさせ彼の世界に引き込む力があります神宮寺のファンは自分たちのことを i l y ズと呼びその名の通り彼への愛を日々 SNS やファンアート手紙などで表現していますファンたちは 彼の投稿に対するコメントや反応を通じて彼とのつながりを感じています。特に彼が ILYs と呼んでくれることに対してファンたちは大きな喜びと誇りを感じています。彼のファンに対する感謝の気持ちは彼の言葉や行動から溢れ出ておりそれがファンたちにとって何よりの励ましとなっています。また、 彼のライブでのエピソードや裏話もファンたちの間で話題となっています。例えば、ライブの最中に彼が見せたちょっとした仕草や、舞台裏でのエピソードなどは、ファンたちの間で大きな興奮を引き起こします。彼のライブのたびに、ファンたちは新しい発見や感動を得て、そのたびに彼への愛情が深まっていきます。彼のパフォーマンスは、単なるエンターテインメントではなく、 ファンたちにとっては心の糧であり日々の生活の中での励みとなっていますそして次のツアーに向けての期待も高まっていますファンたちは次こそは彼のライブに参加し直接その魅力を感じたいと願っています彼のライブに行けなかったファンも SNS を通じて彼の近況を知り次回のライブに向けての期待感を募らせています彼の投稿やストーリーリは そんなファンたちにとって大きな支えとなっており次のライブへの期待と希望を抱かせています神宮寺の魅力はそのパフォーマンスだけでなくその人柄にもあります彼は常にファンのことを第一に考えその思いやりと優しさで多くの人々を魅了しています彼の言葉や行動にはいつもファンへの感謝の気持ちが込められており それがファンたちにととっってて何よりの励ましとなっていましないす彼のファンたちはその一挙手一投足に感動し彼の存在が自分たちにとってどれだけ大切なものかを再確認しています彼のファンたちは彼のことを「みんなの彼氏」と呼びその愛情と感謝の気持ちを表現しています彼の投稿を見るたびにファンたちは「どうしてこんなに素敵なの?」 どうしてこんなに私たちの気持ちがわかるのと驚き、その魅力に改めて感謝しています。彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな支えとなっているかを実感しています。そして彼の次のライブに向けての準備も進んでいます。ファンたちはその日を心待ちにし、彼の新しいパフォーマンスや楽曲を楽しみにしています。彼のライブは いつもファンたちにとって特別なものでありその一瞬一瞬が大切な思い出となります彼の次のライブに向けてファンたちはその期待と希望を胸に日々の生活を頑張っています彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな意味を持つかを理解しその期待に依頼ようとする彼の姿勢は多くのファンにとって励ましと感動を与えています彼のファンたちは その一挙手一投足に感動し彼の存在が自分たちにとってどれだけ大切なものかを再確認しています彼のファンたちはその愛情と感謝の気持ちを胸に彼の次のライブを心待ちにしています次のツアーが始まる日ファンたちはその瞬間を待ち望みその日を迎えるために日々の生活を頑張っています彼の存在が ファンたちにとってどれだけ大きな支えとなっているかを理解し、その期待に依頼ようとする彼の姿勢は、多くのファンにとって励ましと感動を与えています。彼のファンたちは、その愛情と感謝の気持ちを胸に、彼の次のライブを心待ちにしています。彼のファンたちは、その一瞬一瞬を大切にし、その思い出を胸に、次のライブに向けての期待と希望を抱いています。 彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな意味を持つかを理解し、その期待に依頼ようとする彼の姿勢は、多くのファンにとって励ましと感動を与えています。彼のファンたちは、その愛情と感謝の気持ちを胸に、彼の次のライブを心待ちにしています。このように、神宮寺雄太のファンたちは、彼とのつながりを大切にし、その愛情と感謝の気持ちを表現しています。 彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな支えとなっているかを理解し、その期待に依頼ようとする彼の姿勢は、多くのファンにとって励ましと感動を与えています。彼のファンたちは、その愛情と感謝の気持ちを胸に、彼の次のライブを心待ちにしています。ファンとアイドルの関係は、一方的なものではありません。神宮寺雄太と彼のファンたちの間には、 深い信頼と愛情が築かれておりそれが彼らの強い絆となっています彼のファンたちは彼のことをただのアイドルではなく心の支えとして感じています彼の存在が彼らの生活にどれだけの喜びと希望をもたらしているかその一言一言行動一つ一つに次のツアーが始まる日ファンたちはその瞬間を待ち望み そのの日日をを迎えるために日々の生活を頑張っています彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな支えとなっているかを理解しその期待に依頼ようとする彼の姿勢は多くのファンにとって励ましと感動を与えています彼のファンたちはその愛情と感謝の気持ちを胸に彼の次のライブを心待ちにしています神宮寺勇太と彼のファンたちの物語は ここれからも続いていてくことでしょう彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな意味を持つかを理解しその期待に依頼ようとする彼の姿勢は多くのファンにとって励ましと感動を与えています彼のファンたちはその愛情と感謝の気持ちを胸に彼の次のライブを心待ちにしています彼のファンたちはその一瞬一瞬を大切にしその思い出を胸に 次ののライブに向けてて期待と希望を抱いています彼の存在がファンたちにとってどれだけ大きな意味を持つかを理解しその期待に依頼ようとする彼の姿勢は多くのファンにとって励ましと感動を与えています彼のファンたちはその愛情と感謝の気持ちを胸に彼の次のライブを心待ちにしています